人対横浜20回戦の模様をお送りいたします。連勝中のジャイアンツベイスターズとの一戦です。このゲームの解説は勝川光さん、黒木智弘さん、以上このお二方の解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まもなくプレイボールです。今日のゲームの先発ピッチャー、宇津木、中6日を置いての登板になります。しっかり抑えてくるんでしょうか。1回の表、ベイスターズの攻撃。この回の先頭バッター、下園。勝川さん、1打席目、どう出てくるかですよね。やっぱり最初にね、ヒットが出ると乗ってきますからね。さあ、今日のバッティングはどうでしょうか。今日の第1球、最初は空振りになりました。現在5位のベイスターズ、今日のヒーローは果たして誰でしょうか。今度はインコース、次はどんなボールを持ってくるか。次のバッターに変わります。石川。ショート石川、背番号7。どこに入れてくるんでしょうか。まず最初のボールを決めていきました。いいところへ決めてきます。次のボールは アウトコースストライク、これで追い込みました。変化球で続けました。ここは1球外します。変化球打ちました。ヒットになります。スレッジ、ファーストランナースタートを切った。変化しました。セカンドの前、ファーストランナーセカンドベースを蹴った。ヒットになった。そして4番バッター登場です。村田、その注目のバッターボックスです。松川さん、一発がある期待のできるバッターに回ってきました。まあここはね、ホームランも期待できますからね。ですよね。初球わずかに外れてボール。どう攻めるのか。バッター見送りました。さあ3球目、これは変化球、大きく変化します。ここは警戒します。ファウルボール。次が5球目、チェンジアップでしょうか。打ちました。サードへの打球、中継のショートへ。今サードランナーがホームイン。ここで先に点を取っておけば攻撃の幅は広がりますよ。鮮やかな先制パンチ。次のバッターも続いていきたいところです。これね、ベンチを余裕を持ってサインを出せますからね。さあ、得点への期待が高まります。ハーパー、この追加点のチャンス、リードを大きくできるでしょうか。初球変化球、空振りです。ちょっと合わないようです。
初回からの得点を与えています。変化球決まってツーストライクです。スライダーで追い込んでいます。1対0ベイスターズがリードしています。見送ります。切らせました。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。アウトが一つ増えて次のバッターです。金城バッターボックスに入ります。まずは見送りました。ゲームは初回から動き出しています。ここはストレート、外、ここは外してきました。次の4球目、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、これが今の三振です。いやー、クラクさん、痛い失点でしたね。早く追い込みたいんですよ。その追い込みたいっていう気持ちがちょっと慎重さを失ったのかなって気もしますね。なるほど、打たれたくないという気持ちが力みを生んでるのかもしれませんね。代わって守りますベイスターズの先発ピッチャー高崎、中6日のマウンドとなります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。1回の裏、ジャイアンツの攻撃対します。この回の先頭坂本、打席に入ります。松川さん、今日のバッティング練習を見た感じ、どのような印象を受けられましたか？今日もね、バッティング練習見てましたけどね、確実にバットの芯で捉えてましたよ。そうですね、私も見ていましたが、打ち損じが少ないという、低いボール、ファウルです。次のボールはバッターからは遠いところ、キャッチャーのサインは空振りの3球三振、ボール球を振らされてしまいました。これが今の三振です。そして次の2番亀井に、最初はボール、どう攻めるのか、これも落ちた、次が3球目、これは際どい、低めを丁寧に攻めています。次が4球目、カーブを投げてきました。さあ何を見せるか、あっと2者連続三振、スライダーを見送りました。打順が変わります。長野、
バッターボックスに入ります。どこから行った。最初は見ていきます。2球目はどうでしょう。また落とした。いきなり2つ落としてきました。この球は入りません。バッティングカウントからの4球目、ストレートを持ってきました。このボールは見送るのが精一杯。ボールです。さあフルカウントになった。変化球打った、ラインの外。今のはファウルです。次が7球目。これも三振、3人連続スリーアウトチェンジ。さあベイスターズ、次の攻撃は下位打線からとなります。2回の表、ベイスターズの攻撃。先頭のバッター渡辺直樹、今日の第1打席に入りました。まずは外から来ました。ここは外してきました。次の2球目、インコース低めのストライク。得点差わずか1点、ベイスターズがリードしています。さあ3球目、今度は緩いボールできました。次の4球目、今度の三振、三者連続。スイングアウトの三振のシーンです。次のバッターに変わります、細山。初球から低めを攻めています。カーブを持ってきました。外れています。バッティングカウントになったが、打った、低い当たりになった、センターの前、ワンバウンドしました。ヒットが出ました。5打席ぶり。打順が変わります。高崎、今日の第1打席になります。
どこから狙うか。送ります。取ってアウト。一塁転送間に合うか。一塁もアウトでスリーアウト。ダブルプレーに仕留めました。さあジャイアンツ、次の攻撃は4番から始まります。2回の裏、ジャイアンツの攻撃。対するこの回の先頭阿部。高め、まず内に入れてきました。どう攻めるのか。縦のスライダー、2つインコースに来ました。次が3球目。3つとも外れました。黒木さん、ここは歩かせたくないでしょうね。ちょっと簡単にスリーボールになりましたけどね。ボールカウントが3つ。1つもストライクがありませんでした。フォアボールのランナーを許します。そして次の5番高橋由伸。まずは初球見送りました。今度は低めに持ってきました。ちょっとタイミングが合っていません。フォアボールでランナーを出しています。スライダーでしょうか。縦の変化球。バッティングカウントからの4球目。外れました。ランナーを出します。ランナーを出すということは余分な神経を使うことになりますから、ピッチャーの力量が問われてきますね。そして次の6番ラミレス、同点のチャンスに打順が回ってきました。最初はストレートから持ってきました。ここで2つのフォアボールを出しています。変化球打ちました。取って2塁へ送ります。アウト。さすがにうまい守備を見せます。いやー、黒木さん、ナイスプレーですね。気持ちの入ったプレーでしたよね。そうですよね。本当に選手一丸となって戦ってる感じがチームに溢れてますよね。必死に食らいついているこの姿ですね。ファンも大喜びのプレーでした。一塁もアウト。ダブルプレー成功。これは見せてくれました。鍛えられたからこそできるプレーです。そうですね、とっさにあれだけの守備ができるなんて完璧な練習量なんでしょう。努力があってこそのプロフェッショナルですね。そして7番小笠原、その注目のバッターボックスです。辰川さん、チャンスですからなんとかつなげたいですよね。ここでね、下位打線ですけどね、なんとか1番につながるねバッティングしたいですよ。はい、まあ守る側としてはここで打線を断ち切りたいわけですよね。まずは見送りました。アウトコース決まった。黒木さん、いいピッチングしてますよね。いいコースに投げてきますね。状態は良さそうですよね。そうですね、このコースに来ていれば簡単には打たれないでしょうね。今日はぜひ完投を目指してもらいたいものです。低め打って一二塁間はどうだ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。辰川さん、もったいない場面でした。この同点のチャンスはね、なんとかしたかったんですよね。ですよね。2回の表裏終了。ジャイアンツ0点で攻撃を終了しました。3回の表、ベイスターズの攻撃。今
この回から打順は変えてトップから2巡目ということになります。下園、バッターボックスに入ります。初球外に来ました。得点差わずか1点、ベイスターズがリードしています。2球目はどう攻める。追っていきます。ドンピシャのタイミング、ボールを追っていきます。センターフライに終わりました。そしてバッターは2番、石川。初球は まずスライダーを持ってきました。低めのボール打った。低い打球になりました。ショートライナーに倒れました。そして次の3番もフレッジ、バッターボックスに入ります。最初の球はセンターです。打ち上げてセンターです。センターが出ます。取ってこれで3アウト。3回の表が終了。ベイスターズ3人で攻撃を終了しています。3回の裏、ジャイアンツの攻撃、8番からの打順になります。藤村、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。まずはボールから入りました。ここは外してきました。次の2球目、これはストレート。これはボールになります。ボール3つになったが、バッター手を出しません。フォアボール。まあ制球が乱れ始めると相手もじっくり見てきますよ。そうですね、終わり目に語り目といった感じになってきます。ピッチャーに回ります。宇都宮、今日の第1打席に入りました。その初球は外のボール。一塁送球、送りバント成功です。これで打者一巡となります。坂本、ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。まあここあたりでね、ヒットが出るといいんですがね。はい、ここはヒットにしていきたい、本人が一番思っているでしょう。初球から入れてきました。今のはボールになります。3球目、外への変化球外れました。変化球打った、ファウルになりました。この球は外れています。さあどうだ、
遅いボール打ってまたしてもファウルです。これはどうだ、落ちる球、次のバッターを迎えます。亀井に同点のチャンスに打順が回ってきました。初球はボールになりました。緩いボールできました。1球2球とチェンジアップできました。3球目はどうする、高め際どい、キャッチャーの要求は振りません、ストライク。セカンドランナー帰れば同点ということになります。縦のスライダー、この球はどうか、フォアボールです。これが今日4つ目になります。そしてバッターは3番、長野、ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。どこに入れてくるか、初球わずかに外れてボール、外、スライダーできました。強い当たり、懸命に追いかけます。取ってスリーアウトチェンジ。他球場の途中経過です。まず神宮球場、2対0カープがリードしています。そして名古屋ドーム、0対0まだ動きがありません。4回の表ベイスターズの攻撃、この回の先頭バッター村田、打席に入ります。最初の球はまずは遅い球から入りました。タイミングが合いません。得点差わずか1点、ベイスターズがリードしています。これは微妙なところ、ちょっとタイミングが合っていません。次のボール注目しましょう。3アウト、三球三振、もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。そしてバッターは5番、ハーパー、打席に入ります。初球変化球は空振りです。ちょっとタイミング取れていません。2球目はどう攻める、ストレートできました。
振。そしてバッターは6番金城、バッターボックスに入ります。最初はボール。次の2球目、さあアウトコースはどうか。今のは反応できませんでした。打って低い当たりになった。取りました。これで3アウトチェンジ。1点を争う好ゲーム、目が離せません。力は五分ですからね、気が抜けませんよ。4回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回は4番から始まります。阿部。初球スライダーで入りました。2球目はどうでしょう。フライになった。しかしセンター正面、平凡な打球です。いい当たりだったんですけど、勝川さん、正面への当たりでしたね。残念でしたけど、飛んだところが悪かったですよね。本当にアンラッキーな打球になりました。非常に狙い球は良かったんですけどね。バッター高橋由伸、打席に入ります。最初は高め、スライダになりました。一塁へ、これはアウトです。プロ入り通算300号ホームランは3打席目に達成してもらいましょう。そして次の6番ラミレス、打席に入ります。打った、痛烈な打球、初球狙った、文句なし入りました。同点ホームラン、初球を放り込んだ。ポンプ車のタイミングで捉えた打球はものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。そして同点のホームイン、1対1、選手全員が出迎えます。1点を返します。ここで同点にしています。次の7番小笠原、バッターボックスに入ります。ヒットがないということでね、ちょっと気になりますけどね。はい、この打席こそはと思っていることでしょう。初球はボールになりました。次のボールは内への球、実況席山口さん、はい、ジャイアンツサイドです。はい、どうぞ。今のホームランについて話を聞いてきました。打ったのは外のまっすぐ、150m でしたが、というと、へえ、そんな飛んでたのということです。一塁側のコメントを届けてくれました。今日最初の失点がホームランとなりました。あっと、スイングアウト三振、スリーアウトチェンジ。これが今の三振です。
いやー、クラクさん、振り出しに戻ってしまいました。素晴らしい球持ってるんですけどね、一球で攻めの気持ちが守りに入ってしまう、そんな瞬間でしたね。なるほど、そうでしょうね。5回の表、ベイスターズの攻撃、7番からの打順になります、渡辺直人。第1球はどうか。最初のボールを決めました。渡辺直人、2回にはビッグなプレーを見せました。次の2球目、インコース、このカーブは決まりません。1対1、同点のまま変わりありません。次が3球目、外角低めのストライク。黒木さん、その前の近め、あれが頭にあったんじゃないですか。インサイドの近い球が頭に残ってるんでしょうね。本当にストライクゾーンを有効に使ってきますよね。まあ外は予想してたと思いますよ。体がついていってないだけですかね。はい、インコースを生かした配球できました。バッテリー空振り三振。これが今の三振です。打順が変わります。細山バッターボックスに入ります。最初の一球は何か。外から攻めていきます。どう攻めるのか。このチェンジアップは惜しくも外れました。外へ2球持っていきました。3球目はどうする。変化球打って、今のはファウルになります。2者連続の空振り三振。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。バッター高崎、打席に入ります。最初の1球打っていった、取りました。1塁に送ります。1塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあジャイアンツ、この後8番から始まります。5回の裏、ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは8番藤村。初球スライダーできました。ここは外してきました。真ん中打ちました。低い当たりになった。3打席ぶりのヒットが出ました。打ったバッターはセカンドへ、ツーベースヒット、センターへのヒットになりました。ランナーに神経を使いながらの投球になります。まあエンドランなんかもあるでしょうね。組み立てを考えないと。バッターとの駆け引きの興味深いところですね。宇都宮ランナー帰れば勝ち越しとなります。バットして上がりました。ワンアウトです。ランナーはそのままワンアウトです。一人倒れて次のバッターです。坂本
勝ち越しの場面で打順が回ってきました。初球はどうか。初球ボール、ここは外してきました。当たりません。プロスライダーで追い込みました。見逃し三振、際どいコース決まりました。ツーアウトで次のバッターを迎えます。亀井、ランナー帰れば勝ち越しとなります。どこから攻めるか。村本、高めのボールで入りました。2球目はどうでしょう。決まりました。スライダーで追い込んでいます。縦のスライダー、低めは外れました。次が5球目。あっと痛烈な当たり取って、これで3アウト。5回を終了。ジャイアンツ得点はありませんでした。今日の試合、球種のバランスがよく取れています。ベイスターズの攻撃、この回は打順返ってトップから始まります。下園、ここは塁に出てつないでいきたいところ。低めから攻めていきます。1対1、依然同点。さあこの試合どこで動いてくるのか。外への変化球、このボールは見送るのが精一杯。サインはどう出されたのか。三球三振。そして次の2番石川、打席に入ります。初球空振りです。空振りです。三球で決めてくるか。低めに外れてボール。さあ四球目、変化球打ちました。上がりません。センターの前、ワンバウンドしました。センターへの打球はヒットになりました。ここで打順は3番に回ります。
スレッジバッターボックスに入ります。第1球は強烈な打球、初球しっかり捉えた。今のはボールになります。次が3球目、当てただけのバッティング、高々と上がった。ここでヒットが出た。二塁はセーフです。打順が変わります。村田、このチャンスは生かしたい。勝ち越しのチャンスです。まずはまっすぐから入りました。スライダーでしょうか、決めました。様子を見ていった。打ちました。一二塁間の当たり、セカンドランナー三塁を蹴った。これでこの回3本目のヒット、セカンドランナー今ホームインした。大きなチャンスで結果を出しましたね。これは足掛かりに一気に攻めたいところですね。大きな山になりそうですね。攻める方も守る方もこのイニングは大事ですよ。期待に応えたいこの場面、ハーパー、その注目のバッターボックスです。どこに入れてくるか。まず低めに持ってきました。この回勝ち越しを許しています。あっと打ちました。教科書通りのゲッツーコース、二塁はフォースアウト、セーフ。一塁はセーフ、ダブルプレー取れない。古田さん、流れが変わりそうな雰囲気がしますね。次のバッターがいいってことを考えると今の併殺が理想的ですよね。松川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。初球ストライク。この回勝ち越しを許しています。これはまっすぐ、ここは追い込んでいます。次はどんなボールを持ってくるか。これは低いところに持ってきました。変化球、これは外れました。今のは危ないボール、変化球です。バッター落ち着いてますね。ですよね。低め打って低い打球になりました。取りました。これで3アウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。ベイスターズ1点を追加、2対1、点差を開きました。今日は変化球中心の組み立てになっています。6回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。長野、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。初球わずかに外れてボール。次のボールは
外へ。思わずバットが出てしまったでしょうか。緩いボールを持ってきました。バッティングカウントになった。あっと強い当たり、取って一塁へ。アウト。ショートゴロに終わりました。打順が変わります。阿部。最初のボールは後ろに下がる、下がる。今度もいい当たり。後ろに下がった、下がった。フェンスに当たって跳ね返った。あっとセカンドを狙った、狙ったぞ。ツーベースヒット。フェンスにダイレクトのツーベースヒット。飛鳥さん、これはいったかという当たりでしたね。今のは入るとね、本当に思いましたけどね。あと一歩及びませんでした。ホームランが欲しい場面での登場です。高橋、その注目のバッターボックスです。初球はボールになりました。2球目はどうでしょう。インコース、厳しいところに決まりました。これは入りません。バッティングカウントになったが、これも落としてきました。さあ何を見せるか。速いスライダーでしょうか。さあどうだ。これも鋭い当たり。お気をバックスクリーンか。逆転、逆転です。逆転のツーランホームラン。会心の当たり。満員になったスタジアムのバックスクリーンに吸い込まれました。6回の裏、逆転のホームランを放ちました。今逆転のホームイン。3対2、2点が加わります。初めてリードを取りました。さあ通算300号ホームランを祝って花束が贈られました。次は400本というのがありますのでね、それを目指したらいいですよ。はい、これまでの苦労が報われた形となりました。ここは慎重にいかなければなりません。先ほどのホームランの配球です。まず変化球を見せてきました。一球外しました。今のはボールになります。山口さん、はい、ジャイアンツベンチです。どうぞ。先ほどの300号ホームランについての談話が取れました。この年なんで、いつ怪我をして野球ができなくなるかわからないので、達成できて本当に良かったということでした。はい、ありがとうございました。これは際どい。この回リードを奪われました。バッティングカウントになった。今度もいい当たり、取った。一塁送球、これはアウトになります。ショートゴロに倒れました。下位打線に回ります。小笠原、バッターボックスに入ります。初球です。最初は外のボール。
この回リードを許しています。低めのボール際どい、この場面もランナーを出していく。さあそして8番に回ります。藤村打席に入ります。どこから攻めるか。打って低い当たりになった。ライトの前ワンバウンド。ファーストランナー二塁回った。ボールが返ってくる。ピッチャーの元に駆け寄りました。次のバッターを迎えます。宇都宮チャンスの目は広がりました。さあランナー返せるか。初球スライダーで入りました。このイニングファーストランナースタート。もちろん狙ってきます。スチール成功です。この回リードを奪われました。3球で決めてくるか。ストレート、次が4球目。外、これは右への打球です。セカンドランナーは一気にホームへ。三塁ランナー今ホームイン。今セカンドランナーもホームイン。5対2ライトへのタイムリーヒット。2点を追加。この差は3点になりました。古木さん、なんとも悔しい降板となってしまいました。まあこの内容だったら交代もあるでしょうね。いつもの調子ではありませんでしたよね。ベイスター、ここで2番手ピッチャーを送ります。真田、ツーアウト、ランナー1塁の場面でマウンドに上がります。しっかり抑えてくるんでしょうか。打順が変わります。坂本、バッターボックスに入ります。初球わずかに外れてボール。インコース高めのストライク。このバッターでこの回8人目となります。外への変化球入りません。この回逆転を許しています。バッティングカウントからの4球目スライダーできました。フルカウント。さあフルカウント第6球チェンジアップでしょうか。打ちました。三塁線の当たりはファウルになりました。アウトコース打って取りました。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。いいリズムで守りに入っていけます。いい攻撃ができれば守りも乗ってきますよ。攻めと守りは密接に関連してますよね。7回の表ベイスターズの攻撃。この回の先頭バッター渡辺直人打席に入ります。左へ。しかし詰まっています。打球に力がありません。レフトフライに終わりました。そして次の8番細山バッターボックスに入ります。最初の1球は何か。初球は手を出しません。
取って、これで2アウト、キャッチャーフライに終わりました。松川さん、代打ですね。代えてきましたね。前進前進します。遅いボール打って打球はセンターへ。ベイスターズ今日放ったヒットの数が8となっています。次のバッターを迎えます。下園打席に入ります。どこから攻めるか。初球狙って空振りです。チェンジアップでしょうか。次の配球は変化球打って、一塁線の打球はファウルです。バッター見送りました。ここは外してきました。次が5球目、外れました。さあどういった。レフトです。左方向上がった、レフトが出ます。取って3アウトチェンジ。さあジャイアンツ、この後2番から始まります。ベイスターズ、ここで3番手ピッチャーに変えます。大原慎吾、3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。7回の裏、ジャイアンツの攻撃、打順は2番から始まります。亀井、バッターボックスに入ります。第1球はどうか。初球は高めに来ました。5対2、終盤逆転に成功しています。低めのボール打って、この打球はファウルになります。次はどんなボールを持ってくるか。ストレート打ちました。ショートへの打球、一塁へ送ります。アウト、一塁アウト。ショートゴロに終わっています。そして次の3番長野、どこに出てくるんでしょうか。最初は見ていきます。どう攻めるのか。これはまっすぐ。ストライク。3球とも外に来ました。次の4球目、低めいっぱい。辰川さん、ちょっと際どかったんじゃないですか。これはね、バッターよく我慢しましたよ。見送った。そして次の4番、阿部。
第1球。最初はストライク。2球目はどうか。打っていった。今日2打席連続のヒット。ここは慎重にいかなければなりません。先ほどのホームランの配球です。何を投げてくるか。まず大きく外れてボールになりました。次のボールはストレート。3球目はどうする。バッティングカウントになったが、ここは見ます。スライダー。ファーストランナースタート。打順が変わります。ラミレス打席に入ります。外から攻めていきます。自ら得点圏にランナーを進めています。この球は見ます。今のはボールになります。バッティングカウントからの4球目。外角低めのストライク。三振。スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。ここで各地の途中経過です。まず明治神宮球場2対2同点となっています。続いて名古屋ドーム0対0、両チーム得点ありません。ジャイアンツ2番手ピッチャー投入です。アルバラデホ3点リードの場面で登板となりました。ベイスターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の表ベイスターズの攻撃。この回はピッチャーからの打順となります。大原慎二。最初の球は初球から低めを攻めていきます。2球目はどう攻める。今のはボールになります。次が3球目。大きくバットが回りました。打った。抑えた。一塁に送ります。これはアウトです。ショートゴロに終わりました。そしてクリーンナップへと続きます。スレッジ打席に入ります。どこに入れてくるか。初球見送っていきます。
ここはまっすぐ。あっと高めのボール球、またしてもショートへのゴロです。アウト。そしてバッターは4番村田、バッターボックスに入ります。初球外に来ました。次のボールはスライダーでしょうか、決めました。これも外目に行きました。取りました。スリーアウトチェンジ。接戦が続きます。どちらも全く隙がありませんね。展開を読むのが難しい試合ですね。ベイスターズ、ここで4番手ピッチャーに変えます。藤江、中4日でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の裏、ジャイアンツの攻撃。先頭バッターは7番谷、バッターボックスに入ります。レフト谷、7番レフト谷。最初の1球は何か。まずはボールから入りました。バッテリー1球外してきました。ここは見ます。3球目、これは変化しました。ボール3つになっています。古木さん、ここは歩かせたくないですね。ちょっと入らないですよね。決めてきます。これではバットが出せません。5対2、ジャイアンツがリードしています。ああ、なんと歩かせてしまいました。ピッチャーの調子から試合が動き出すんじゃないでしょうか。さあ、どうなんでしょう。悪い兆しのフォアボールなんでしょうか。次のバッターとなります、高橋慎也、打席に入ります。最初はスライダーできました。フォアボールのランナーを許しています。2球目です。バントします。あーっと上げてしまった。送りバント転がせません。いやー、辰川さん、ここは大事に行きたかったですね。いやー、本当にスリーバント失敗ですからね。非常に痛いですよね。少しバットの上に当たってしまいましたね。いやー、ここはね、何が何でも決めてほしかったですよね。ですよね。アウトが一つ。そして次のバッターです、大村。まずはストライクを取りました。いっぱいに緩いボールを入れてきます。上がったがどうだ。これでアウトが2つ。セカンドフライに終わりました。もう彼が出てくれば味方ベンチにも安心感が蔓延してきたでしょう。あとは任せたぞという信頼ですよね。自分の持ち場で力を出すということね。打順が変わります。坂本、バッターボックスに入ります。どこから狙うか。まずは見送りました。次のボールは外、ファウルです。3球目はどうする。狙っていって空振りです。ストレートで2ストライク目を取りました。
は4球目。追っていく追っていく、センターに持っていきました。伸びていくか、伸びるか、落ちた、深々と破りました。センターからセカンドへツーベースヒット、これが今シーズン30本目。そして2番亀井、その注目のバッターボックスです。さあ松川さん、ここはリードを広げておきたいですよね。ここで点が入るとね、相手チームは少し苦しくなりますからね。ですよね。この状況からね、あと 2,3 点は取りたいでしょうけどね。黒木さん、この場面で歩かせるようなことはありますか？そうですね、歩かせますね。なるほど、この後の展開を考えるとそうかもしれませんね。やはり敬遠です。次のバッターとの勝負を選択しました。これで3ボール。勝負にはいきません。これで全ての塁にランナーがいます。そしてクリーンアップという場面、鈴木、その注目のバッターボックスです。松川さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。まずは簡単にストライクが来ました。次の2球目、これは微妙なところ。ストーンと落としてきました。ボールです。これはまっすぐ。ああ、よく選びましたよね。ですよね。ここはランナースタート。あっと三振、スリーアウトチェンジ。無失点に切り抜けました。これが今シーズン奪った50個目の三振になります。8回を終了、ジャイアンツ無得点で攻撃を終了しました。ジャイアンツ3番手のピッチャーを送ります。久保、2日連続の登板です。今日はどうでしょうか。9回の表、ベイスターズの攻撃、バッター、ハーパー、最後の攻撃、何としても塁に出たい。初球ボール。見送りました。3球目、ここでストライクが入ります。変化球、さあ何を見せるか。入りました。外のボール打って、この打球はファウルになります。次が7球目になります。
ト。ボール球に思わず手を出してしまいました。スイングアウトの三振のシーンです。次のバッターに変わります。藤田、バッターボックスに入ります。まず最初のボールを決めていきました。それにしても見事なコントロール。上がっています。フェンスに当たります。バッターランナーは一塁ストップ。止まりました。松川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。最初から丁寧に攻めてきます。どう攻めるのか。カットボールが決まります。これは変化球。アウトコースへ決めました。アウトコース、これは外れます。打ち上げて右への打球。届くのか。入った。入った。ツーランホームラン。筒香、これで今シーズン放ったホームランの数を2としています。9回の表ホームランを放ちました。今ホームイン、5対4、2点返しました。差は1点だった。スタジアムに緊張感が走ります。そしてバッターは8番細山が打席に入ります。あ、山口さん、はい、ベイスターズサイドです。はい、お願いします。さっきのホームランについて話を聞いてきました。打ったのは外のまっすぐ、あとは試合に勝てれば文句ないですけど、打ててよかったですよということでした。山口さん、どうぞ。三塁側のコメントを届けてくれました。初球高めに来ました。今のはバッターに当たりそうなボールでした。インコースボール。3球目はどうする。空を切ります。この回ツーランホームランを許しています。低めに入っています。次が5球目。低めのボール打った。低い打球になりました。一塁へ。アウトだ。華麗な守備を見せました。いやー、辰川さん、素晴らしい守備を見せてくれました。バッターもね、非常にいい当たりをしたんですけどね、それにしてもよく取りました。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。セカンドゴロに終わっています。辰川さん、代打ですね。変えてきましたね。
勝利まであと1人になった。初球は手を出しません。微妙なところを攻めてきます。次のボールは際どい。ラスト1球、あっと三振、試合終了。最後はバットを出しませんでした。このゲーム5対4、ジャイアンツの勝利となりました。ジャイアンツ今日も勝って3連勝です。このゲームマジックを減らしています。打つも大勢のプロ野球ファンの前で好投を見せました。これで今シーズンの勝ち星を17としています。久保得点を与えましたがセーブを挙げています。投手リレーで逃げ切りました。さあ投打のヒーロー2人が壇上です。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板7回被安打8、9奪三振、自責点2、勝ちがつきました。そして打撃成績です。2打数1安、四死球2、打点2、ホームランを打っています。さあこの2人が今日のヒーロー、勝利に貢献しました。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は辰川光雄さん、黒木智弘さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。